こんにちは、ダボさんワンです。今日は季節外れですけど、国蔵村に来てみました。国蔵村って神社か仏閣かよくわからないんですけど、奥に行くと葛来観音に出ますね。ニューパークにも出ます。はい、ちょっとこれ右の手が駐車場になってるんですけど、車がいますのでちょっと映し込めないですね。このままちょっと進みます。一旦切ります。はい、これが国蔵村の由来ですね。こんな感じなんです。お堂なんですね。桔梗が自生しているそうです。はい、では左側こちらの階段登ります。大体3月と4月の12日、ごま滝とかあるんですね。時期外れでもないのか。でもコロナの影響でそういう行事は今やめてますけどね。じゃあちょっとこの階段上がってみます。確かですね、この階段だったかな、上の階段だったかな。そっから108段あるんですね。108っていうと、皆さん除夜の鐘100夜の煩悩を忘れる、そこから来てると思います。一旦切ります。確かこれが階段の入り口で、私の記憶ではここから108段あったと思いますけど、間違ってたらごめんなさい。では階段登ります。はい、ここまでで41段ありましたね。まだずっと上の方にあります。こんな感じですね。一旦切ります。はい、ここまで73段でした。これが最後の階段ですね。こんな感じです。一旦切ります。はい、ちょうどここで108段でした。先ほどの入り口から108段ですね。ちょっと近いんですけど、こんな感じ、こんな感じで撮ってますね。はい、じゃあこれ右に寄っています。はい、通常通じかな、これ何だろう。バックにこれは虎ですね。今年は虎年ですね。はい、虎は守護神として祀られています。ちょっと近寄ってみますね。こんな感じですね。おお、なかなかこう、こんな感じ。はい、ああ、お賽銭がいっぱい落ちてますね。ああ、お賽銭持って帰ってはいけませんね。はい、虎でした。で、ちょっと左手振りますね。ここで一旦切ります。はい、左手は牛ですね。牛が祀られた守護神になってます。ここは虎と牛が守り神になってる、なんていうんですかね、神社ではないですよね。仏閣でもないし、なんて言うんですかね。細かいことを置いといて、これが牛ですね。すごいですね。ちょっとアップしてみましょう。こんな感じ。こんな感じ。はい、牛でした。はい、ちょっとカメラ左振ります。はい、これダルマ市の時に、ここにだるま市が終わったら奉納するんですけど、ああ、いっぱいありますね。
と右に寄ってみますか。ちょっと寄ってみます。はい、これがん？子授かり祈願って言うんですか。子供は授かりますようにっていうことですね。ちょっと見てみますね。こんな感じ、奉納。なんて読むんですかね、子授祈願。で、上の方はほら、あー、素晴らしい。なんかいっぱい後ろに奉納の札がありますね。これは個人情報になるのかな、関係ないですよね。こんな感じです。はい、いよいよこちらが本殿。あー、ちょっと近すぎるかな。ちょっと近すぎますね。少し下がりましょう。はい、少し下がりました。さっきの牛さんのところから撮ってます。こんな感じですね。ビューン。はい、こちらご本尊様ですね。はい、ちょっとカメラ一旦切ります。はい、国蔵尊様ご神言なんていうんですかね、オンバーザラアラタンのオンタラクスワカ、これを3度唱えます。はい、一旦下がります。はい、ここから上を見てみます。はい、こんな感じになってますね。あ、手前に鐘がありますね。はい、奥に鈴があります。ここはですね、まあ、あの作りはなんていうんですか、仏閣ですけど、神社も兼ねてるようで、あのどちらでもいいそうです。あの仏閣は手をたたいてはいけませんっていうしきたりがあるんですけど、ここはいいそうです。というのはこちらの鈴ですね、神社の名残もありますので、ね、どちらでもいいです。手を叩いても叩かなくてもいいと、そういうことらしいんですね。で、これあのちょっと何年か前か忘れましたけど、確か20年ぐらい前に焼けたそうですけど、建て直してるそうです。ではちょっとこれ以上近寄るので、ここでカメラ切ります。はい、こちらが寅さんで、ちょっとここは見えないな。こっちが牛さんで、はい、こちらがなんて言うんだろう、で、こちら本堂、国蔵尊様本堂ですね。それではここで国蔵尊様からお別れいたします。それでは、さようなら。